なんだここ、なかなか雰囲気が出てきたな。いかにもって感じだよね。ちょっと怖いね。怖いとか言うなよ、釣られて怖くなるだろ。そんなにか。だってほら壁見てみろよ、壁の模様が人の顔に見えてきててさ。バカバカバカ、変なこと言わないでよ、余計怖くなるじゃない。前を見て進みましょう、不安になってくるもの。ええ、そしてあ、あれ、葵さん、なん、あ、やだ、みんな、どこに。みんな、どうす、アグモン、無事か？うん、みんなも、ほら！なんか変な感覚だな。立ってるのか座ってるのかわかんねえ。気を抜くなよ、ミノル。こんな…そうよ、注意して、サキ。怖いこと言わないでよ。あ、見て！ボルトバウタモン…裏切り者は…おぉ、危うき者か…な…うぬにあんね…いいでしょう、私を…はぁ、自分から主に食われに行った。巫女の力、なんかボルトバウタモンごと、み、じゃああいつ、まずいわみんな。うん、主を止めよう。我は世界の断り、俺が行こう。絶対に勝つんだ。タロデルモン、覚悟はいいか。
私の力も使うがいい。勝てとなれ、全てを無に帰す。どう戦うべきか。初めてボルト・バウタモンを見た瞬間と同じ感覚だ。うん、私たちも感じる。まるで主の内側から邪悪な心が膨れ上がってくるような。まさかボルト・バウタ…巫女を取り込んでいたおかげで内側から主の意識に直接接触し肉体を奪い返すことができたのですから。なんでそこまで危ないことすんの。下手したらあんた食われて終わりだったじゃない。決まっているでしょう。それってそうでもあり、違うとも言えます。カイトの世界に対する復讐心。ボルト・バウタモン。いや。主の言いなりになって全てをお膳立。しかし主は、我々のことなど使い捨ての手駒だとすら思っていなかった。主は世界の神ではない。強大な憎悪と、それ…理想も思想もなんて滑稽。何それ、どういうこと。まあいいではありません。私の中で怨念を渦巻かせている。そうそう、今私は生贄、多くの生贄となったもの。もちろん寮に修二さんも。くだらない、助けて行きたい。世界ご巫女の力を使う。あれは、じゃああれが、おやおや、どこにいようと、文字…そんなこと…なぜです?自分たちの欲望のため、他人の犠牲の上で成り立っている事実から目を背け…妹が犠牲になり続ける世界…違う!勝
カイトの怒りは私の中で生きています。それが私…違う、カイトはもうそんなこと望んでいなかった。そうだよ、そもそもカイトは最初から本当は優しいし、あいつはミウのために復讐しなきゃって、だから俺たちの言葉を聞いて自分の間違いに気づいてくれたんだよ。ええ、勘違いや暴走もあったけど、カイト君はただただミウちゃんを守りたかっただけ。守れなかった後悔から逃れるために復讐に走ってしまっただけなのよ。ミウのいない世界を壊してしまいたい、それは確かにカイトの心の一部だったのかも。でもそれでも僕たちは信じてる、カイトのその怒りはもう消えたんだって。カイトは自分の間違いを理解して前に進もうとしてたんだって。カイトとの絆が切れた時点でお前の中の怒りはもうカイトのものじゃない。お前はカイトの後悔を自分の都合のいいように利用しているだけだ。今日もう話はおしまい。あなたたちの意志を突き通そうとするなら、あなたたちの少し遊んで差し上げましょう。優しく神の一手、どう戦うべきか。なんだ、まずい。避ける場所、これが世界を壊すもの。
先を急ぐぞ。私が現実を見やがれ。僕たちの、これで。タクマ急ごう。え、急ぐって何すっとぼけてんの。扉が閉じちゃったら。あ、ちょっと待って。二人とも扉俺もフローラモンと同じように感じ。これってやべえんじゃねえのか。このまま扉が開いたままなら繋がって世界の行き来が自由になる。うん、多分そうだ。獣神が現れるよ。ここに来る途中あなたたちも見たでしょう。元は一つだった二つの、そしてこちらの世界は本能の世界、捨てられた世界、滅びゆ。そんなものは許る。復讐はせいぜい。ボルト・バウタモン、今の話本当だったらどうしよう。きっと恨みを持った獣。そんなのやばいじゃん。くそ。私たち一体なあ、どうなるんだよ俺たち。僕だってわからないよ。これからきっと両方の世界が。私たちだってラブラモンたちと敵対してくる獣で溢れたら、うん、パニック。でもみんながみんな獣神たちとすぐ。待って、葵さん。僕たちはもう、それは一緒に過ごしているうちに怖がるべき相手と。そう、みんな帰ろう。はあ、何かいい方。うん、だって僕たちはこっちの世界のことを、これから混乱する世界を救えるのは僕たちがハグモンたちについて。そんな、もちろん僕たちだけじゃ難しい。仲間がいるんだ。え？うん。それって。そうだよ。こっちの世界から来る生き物は。これは責任重。でも、こんな葵の。そっか。僕、タクマと一緒に行くよ。ありがとう。僕たちの絆で。こんなにゃ。うまくいくかはわからないけど。ええ。やりましょう。僕たちが元の世界に帰った後、世界は大きく変化した。予想通り、僕たちの世界へアグモンたちのような獣。人類が彼らについて学ぶ時間もないまま、多くの国々で大混乱が巻き起こる。そんな中、僕とは運命のパートナーとなる獣神と出会う子供が。ただ、全ての人が結果としてパートナーを持った人と。獣神の強い力は人々に恐れられた。やがてパートナーを持つ人は世界の混乱と断絶。きっとこのその中で
もちろんよ、あなたが優しい心で。でもそんなモンスターにすっきー。大丈夫、悪い子なんてあなたがきちんと自分と向き合えば。自分と？ええ、自分一人じゃできないかもしれないけど、だから大丈夫、自分とパートナー。お疲れ様、青い。たくまくん、そうだね。あ、たくま、葵ちゃん、ちょうどよかった。パートナーと出会った子、新しく見つけたよ。今から連れてくるから。またかよ、最近多くない。ミノルくん、その子は今までずっと不安。葵さん、ミノルも分かっ。そうそう、冗談だって。うわぁ、嘘っぽい。もう、ミノルくんたら。じゃあ、お迎えよろしくね。ああ、あ、そうだね。もう、信じてね。選ばれた子。タクマ、早く迎えに行こうぜ。あ、うん、ごめん、すぐ行くよ。地味犬知ってんの？